活躍続く大谷、不振にあえぐ村上ら、WBC から1ヶ月半、なぜ侍戦士の明暗が分かれたのか。エンゼルス、大谷翔平投手28が投打にわたる活躍を見せ、3大会ぶりの世界一奪還に日本中が沸いた WBC から約1ヶ月半。 日本代表、侍ジャパンを離れ、所属チームに戻った各選手の成績には明暗が見受けられる。その原因に迫ってみた。校調組、大谷が曲がり幅43センチのスイーパーでトラウトを空振り三振に仕留め、ローンデポ・パークのマウンドに歓喜の輪が広がった光景は今も記憶に新しい。あれから約1ヶ月半、所属チームに戻った侍選手だが 開幕からの成績を見ていると明暗がくっきり分かれる形となっている世界一奪還という唯一無二の目標に向かって心と体をピークに仕上げた WBC はここまでのシーズンにどう作用したのだろう開幕投手を務めたエンゼルス大谷はここまで6試合に先発して4勝0敗防御率185と圧倒的な数字を残し 打者としても打率2947本塁打18打点とパワーあふれる打球で本場のファンを魅了している大谷はシーズンに入る前にああいう短期決戦の雰囲気を味わえたのは特別なことではある WBC の舞台で気持ちも出力も出る場面をこなせたのはプラスじゃないかと思いますと 開幕前にワールドシリーズ並みの緊張感、重圧を経験できたことが、好調の要因になっていると語った。ロッテ、佐々木明もここまで無傷の3連勝で防御率100。侍ジャパンで投手コーチを務めた吉井監督は、先輩たちの勝負に対する執着心を見て、 老期も絶対に負けないぞっていうのがにじみ出てるし大きな影響を受けているんじゃないかなと WBC を経験したことが大きな自信と財産になりここまでの成績に結びついていると分析した巨人では岡本はが3割超えの打率を残し戸郷も3勝1敗と低迷するチームの中にあって軸として結果を残しており岡本は,は WBC が関係 それはわからないですけど、そんな全然っすよ、まだまだこれから、と話した。レッドソックス、吉田も一時は右太ももの張りで調子を落としたが、日本時間4月24日のブルワーズ戦で満塁弾を含む日本選手初の1イニング日本塁打を放つなど、日本球界で6年連続打率3割をマークした高打者ぶりを海の向こうでも発揮している。 不審組、1次ラウンドから不審にあえぎながら、WBC 準決勝で逆転さよならだ、米国との決勝戦でも同点本塁打を放ったヤクルト、村上だが、開幕から打率1割台の低空飛行が続いている。同僚の山田は下半身のコンディション不良で戦列を離れ、4月28日に1軍復帰したが、 決勝でマスクをかぶった中村も打率1割台と不振を極めている。日本ハム、伊藤は WBC の先発組では唯一の未勝利となるゼロ勝3敗、防御率5、82とゼフ調。阪神、湯浅は右前腕の強い張り。オリックス、宇田川も上半身のコンディション不良。西部、山川も右ふくらはぎの張りで2軍調整を続けており。 4月28日にはソフトバンク、牧原大が左大腿二頭筋損傷で復帰まで1ヶ月の見込みと発表された WBC との因果関係は不明だが故障で離脱する選手の多さが目立っているデイリースポーツ取材班。